TWICE、桃の大胆な衣装がまた話題に。TWICE は1月20日、ムーンライトサンライズでカムバックしました。1月18日にリリース前のティーザー映像が公開され、釣りがセンターなの、ミナの美女やばい、などワンスの期待感を高めていました。ついに MV が公開されると、これまで元気さや可愛らしさが溢れる楽曲、衣装、ダンスのイメージの TWICE ですが、契約更新を発表し第2幕に入った TWICE の今回の新曲は、可愛さの中にも大人の魅力を感じさせる MV に仕上がっています。ファンの間でも、ジヒヨとミナの美女めっちゃ好き、チェヨンがやばくない、次の美女優勝、サナの美女が爆発してる、など期待を上回る仕上がりに称賛の声。そんな新曲「ムーンライトサンライズ」で今回も特に桃の衣装に注目が集まっています。以前リリースされた「トーク・ザ・ット・トーク」は90年代の雰囲気と迫力あふれるビート中毒性の強いメロディ、大胆な衣装で新しい TWICE を見せてくれましたよね。トーク・ザ・ット・トークは MV の最後に現れる QR コードにとある仕掛けがなされており、感動的だと話題になりました。皆さんは気づきましたか？詳しくはこちらの動画で紹介しています。トーク・ザ・ット・トークで話題を集めたのは QR コードの仕掛け以外にもメンバーの衣装、ミナ、チェヨンの太ももにガーターベルト、黒の透け感のあるハイソックス、お腹を露出する衣装など、セクシーなコンセプトと衣装を披露した TWICE。中でも桃の衣装は、下着みたいだ、やりすぎではないか、と議論を呼びました。ネット上では、胸を強調しすぎで困る、最近 TWICE の衣装下品だよね、本人たちが好きならいいと思う、着こなせるだけの魅力があるってことだ、など意見が勃発。衣装といえば、最近ルセラフィムのユンジンが25日に公開された Fearless ジャパニーズバージョンの MV で桃と同じ衣装を着用していることが話題になりました。桃がこのピンクとブルーを基調としたセットアップを着用していたのは TWICE の日本語曲セレブレイトの MV。 この時も一部では桃の衣装の露出について言及する声が上がっていました。しかし今回ユンジンにはそのような声が目立っていない点を考えると、桃の体型がグラマラスだからセクシーに見えちゃうのかな。この衣装でも桃は露出がとかいろいろ言われたけど、ユンジンが言われないってことは体のボリューム感とかが関係してそう。桃は骨格的に肉感が目立つセクシーな体型にプラスして顔が童顔だから、そういう風に見えやすいのかな。桃はセクシーでユンジンはキュート、桃とジヒヨは何着ても言われ続けそう、など衣装のせいではないのではないかという意見がありました。今回の新曲はどうだったのでしょうか。桃は1月20日に自身のインスタグラムに新曲の衣装を着た写真を投稿。胸元やウエストを大胆に露出した衣装で、桃の引き締まったボディーラインが際立ちます。最高、可愛すぎて焦った、目のやり場に困ります、など絶賛の声が寄せられています。衣装について言及されることが多い桃ですが、桃本人がいろんなコンセプトや衣装を楽しんでくれていると何よりですね。TikTok では切り抜き動画、ブログの記事でもご覧いただけます。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。